最近の俺の近況話していい？俺最近ジョジョ見始めて、ジョジョ、ジョジョ超面白くね？知ってる？みんなジョジョって。おめえらそういうセンサー全く張ってないからさ、知らねえと思うけど、俺ジョジョ見始めたのね。で、いろいろちょっと俺も言いたいことがある。でも知り合いの女と一緒にアニメバージョンで見てたの。一部から見てたの、 Hulu で。で、もう一部から超面白かったのね。で、ただ俺一個だけジョジョマニアに言いたいんだけど、すごいさ、神格化してて、多少お笑い要素ってあるでしょ、ジョジョって。何やってんだこれみたいな、ちょっとさ、ギャグテイストに見えなくもないじゃん。だそういう目線からでも俺は楽しんでたの。だけどさ、その一緒に見てる女が、第2部でシーザーが死んだ時に、シーザーって泣き始めて、ジョジョは一人で見るもんだなと思って、俺すげえ笑っちゃったのね。すげえ笑っ、お前なんだお前、そんな一人で行くんじゃねえよとかさ、お前なんか最強の生物生まれてきて、泥臭い試合が見れるかなと思ったら、よし、お前、馬で勝負しろみたいなさ、お前なんでいきなり馬で勝負しなきゃいけないんだよって。で、あのシーン面白くなかった？なんだっけ、ジョセフ・ジョースターが、マーラーと戦ってる時に、腕に波紋通してブラブラになっちゃって、この放心状態で馬を走ってる時に、目を潰したので、ズボーンって言って、マーラーが。その時にナレーション入って、元来、スポーツ選手とは、みたいな別で。なんでさ、いきなりさ、スポーツ選手で例えんだよって。現実世界から最も遠いところにいてほしい神様の話してんのに、元来、スポーツ選手とは、五感を一つ潰すことにより、なんか葛藤をなくすのだ、みたいなことを、わむ、わむ、わむ。あれ、笑わせに来てんだろうって。俺思いながら見てたね。神様なんだからさ、スポーツだのさ、ルールだの無視してさ、極悪非道であってほしいじゃん。一部のさ、ラスボスとかさ、もう極悪非道だったじゃん。極悪非道だ、すげえ面白かったの。うわ、なんだこいつ超性格悪いと思いながら見てたのね。で、ディオディオディオ、そしたらいきなりさ、2部でさ、神様出てきて、うわこいつディオより強いのかよって見てたら、すげえスポーツマンシップに乗っ取って戦ってきてて、もうそれでちょっと笑っちゃって、え、こいつ悪人 なのに、よし、じゃあ騎馬戦で勝負だ、いきなり馬連れ出して、よし、このレースはまずルールを説明しよう、一周回るごとに俺たちが武器をお前らに用意する、この2つの武器を取り合って戦え、みたいなことでさ、それをさ、当たり前のように繰り返してて、なんだこれ。多分俺はジョジョを、ジョジョオタクにはなれないんだろうな。で、そのシーンで女がシーザーってね、泣いてて、でもさ、茶化すわけにいかないじゃん。お前なんでこんなとこ泣くんだよ、お前こんなんで泣いてるってことは俺の変な音でも泣くんだなって俺は思ってたよ。でも怪我しちゃいけない、こいつの中のジョジョを怪我しちゃいけないって思いながら俺は一緒に見てたから、すごい葛藤の中見てたね。葛藤の中、今2部まで見終わりました。2部まで単行本で読んだ方がいいのかな、単行本で読んだ方がいいの。お、そんな話をしてる間に、で、俺3部はさ、ゲームやってたから、ガキの頃、小学校2年生ぐらいの時に、だから九条丈太郎、ポルナレフ、華教員のりあき、あとだけジョセフ・ジョースター、イギー、あとジョイフル本田みたいなやつ知ってるわけよ。知ってるわけ。あ、ちょっと見てこれ。ちょっと。あ、そう、アブドゥル。あの黒人のやつ。だからさ、馴染みのあるキャラクター出てきたら、そりゃあよ、やばいっすよ。